増えたのは今から13年前のことです。その後激しい内戦が続いたカンボジアは先月のシアヌーク殿下の帰国によってようやく和平の一歩を踏み出しました。しかしポルポト派は今もカンボジア屈指の軍隊を擁し、ポルポト元職長自身も対カンボジア国境のジャングルで健在だと伝えられております。今回発掘されたフィルムが物語るものは決して過去の歴史の一コマではなくて、カンボジアの今に直接つながっている現実と言えそうです。ところで今日プノンペン市内では政府の建物に市民が乱入し火をつける騒ぎがありました。この建物はこれまで郵政省などの事務所として使われていたものですが、大臣が数日前に職員を解雇し自分の屋敷として使っていたということで市民が怒りを募らせておりました。和平交渉が進む一方で現在の政権内部の不正や経済政策の行き詰まりに対する市民の不満が徐々に高まってきているようです。第122臨時国会は今日 PKO 国連の平和維持活動への協力法案を継続審議とすることなどを決めて事実上閉幕しました。会期末は明日に控えた国会は今日衆参両院の各委員会で会期末の手続きが一斉に行われるとともに、午後開かれた参議院本会議で PKO 法案を参議院での継続審議とすることが賛成多数で決まりました。また自衛隊を海外の災害援助に派遣できるようにする国際緊急援助隊法の改正案も参議院での継続審議となりましたが、社会党が提出していた PKO 法案の対案は審議未了、廃案とすることになりました。臨時国会の事実上の閉幕を受けて宮沢総理大臣は、説明不足もあったと思うが国民に十分理解してもらえなかった、忍耐強く努力を続ければ成立させていただけると思うと述べて、次の通常国会での成立に意欲を示しました。ところで自民党竹下派会長の金丸元副総理は今夜東京都内で開かれた会合で宮沢総理大臣の政局運営について党内に厳しい批判があるとの認識を示す一方、緊迫した世界情勢の中でピッチャー交代などということになれば国民のためにも世界のためにもならないと述べて、竹下派としては宮沢政権を積極的に支えていく考えを重ねて強調しました。 NATO 北大西洋条約機構と旧ワルシャワ条約機構の外相が集まっての初めての北大西洋協力評議会が日本時間の今日夕方からブリュッセルで始まりました。会議には NATO16 カ国と東ヨーロッパの5カ国、それにバルト3国の合わせて24カ国の外相のほか、ソビエトの NATO 大使が出席しています。NATO のウェルナー事務総長は開会の演説で、今、かつての敵同士がパートナーとして友人として参加していると述べて、東欧諸国の外相を歓迎しました。今回の協議では、ソビエト連邦の今後や内戦の続くユーゴスラビア情勢などの危機管理が中心的課題となると見られています。今年8月、南米コロンビアで左翼ゲリラとみられる武装グループに誘拐され、今月17日、111日ぶりに解放された東芝の社員2人が、家族たちが待ちわびる中、今日夕方成田に着いた日航機で無事帰国しました。ただ感無量でございます。今はただ何も考えないで、ゆっくり休みたいと思っております。日本へ今帰ってきて家内の元気な顔を見てやっと安心しました。どうでしょう、忘年会新年会。 お酒も3ヶ月間、行っているものによりませんので、ぜひいい機会でございますので、ぜひ参加したいと思っております。日米構造協議の象徴的な存在となり、今後全国各地に出店を表明しているアメリカのおもちゃ専門店トイザラス社の日本進出の1号店が今日茨城県の阿見町に開店しました。今日オープンした1号店は売り場面積がおよそ3000平方メートル、年間の売上目標は20億円と、玩具などの専門店としては日本で最大級の店舗です。日本トイザラス社では今日の1号店に続いて来年中に8つの店舗をオープンさせることにしていますが、商品を問屋を通さないでメーカーから直接買い入れ、大量にしかも安く販売するトイザラス商法は地元の小売店や閉鎖的と言われてきた日本の流通業界に大きな影響を与えるものとみられます。母親を亡くしたカンガルーの赤ちゃんが飼育係の若者を母親代わりにすくすくと育っています。兵庫県姫路市立動物園のこのカンガルー、生後およそ5ヶ月の先月末、母親が死んでしまいました。
それから飼育係の上原義弘さんがお母さん代わり。粉ミルクを飲ませて体長82センチ、体重 2.2 キロにまで育ちました。オーストラリア、豪州にちなんで5と名付けられたこの赤ちゃん。上原さんが毛布などで作った飼育袋が大のお気に入りです。動物園では独り立ちする来年の春ごろ一般公開することにしています。では今日のマーケットです。東京外国為替市場、円の終値は1ドル128円32銭で、昨日に比べ38銭の円高でした。ロンドンは現在128円35銭から45銭で取引されています。東京株式市場、平均株価の終値は2万1777円12銭で、214円7銭の値下がりでした。出来高は2億2000万株でした。フィリピンは今年ピナスボ山の噴火とレイテ島を襲った台風の2つの大きな自然災害に見舞われました。現在も家を失った10万人以上の人たちが避難民センターやテント暮らしを強いられ、災害の後遺症は今なお続いています。現地から山田記者の報告です。今世紀最大級となった大噴火から半年経ったピナスボ山です。山頂付近は吹き飛んで巨大なすり鉢状となっており、噴火の際のエネルギーの凄まじさを見せつけています。火山活動は表面上小康状態となっているものの、今も火山性の地震は頻発しています。今年6月中旬、ピナツボ山は600年の眠りから覚め、大噴火を繰り返しました。火山灰は周辺の家や田畑を埋め尽くし、90キロ離れたマニラでも空を覆った火山灰で昼間から真っ暗闇となりました。降り積もった火山灰はその後の雨季で大規模な泥流となって山麓地域を襲いました。川沿いの多数の町が泥流に埋もれたままです。噴火や泥流で家を失った避難民は最大時100万人近くに達しました。そして今でも12万人が各地の避難民センターでの生活を強いられています。火山灰の直撃など噴火による直接の死者、行方不明者は300人余り。